さて、グラフィス面をそぎ落とし、面白さのみを追求した新作ディアブロライクが登場ということで、今回はダークハンティンググラウンド、暗闇狩り場の紹介を行います。こちら敵を大量に倒しつつ、ランダム性能の装備品を得て、キャラクターを育成していくアクション RPG です。もうグラフィス面はご覧の通り、極めて簡素です。まあ、ハクスラーゲーにおいて見た目はそこまで重要ではありません。もう最低限の機能とプラスアルファがあれば成立するジャンルです。まあ、突き詰めればディアブロ4になりますが、少人数の制作ともなるとシステム面を作るだけで精一杯ですから、記号的な図さえあれば十二分であり、それがこのゲームでも証明してくれています。まず5つのクラスとそれぞれ3種の技が用意されています。はじめは合計15の技のうち1つを選んで戦います。で、技はそのうち最大3つまで使えるようになりますが、今回遊んだ限りでは1つまででした。で、面白いのがスキル性能を強化できるという点があります。独自スキルを作れます。で、強化するためにはスキルにあるスロットに石板をはめます。お金を払えば払うほどはめられるスロット数が増えます。で、石板は敵からランダムドロップで様々な性能のものがあります。攻撃速度が上がったり、攻撃範囲が広がったりなどです。で、石板自体にレアリティがあり、レアリティが高いと追加効果の数が増えます。で、追加効果一つ一つにもレアリティがあります。石板自体の能力が高くても追加効果のレアリティがいまいちなんて場合もあります。で、5つのクラスにはそれぞれパッシブスキルツリーがあり、どのクラスの能力を上げても良いです。例えば攻撃速度を重視するためにバラバラにスキルツリーを上げていくといったことも可能です。ただし、1つのパッシブスキルツリーに15ポイント割り振ると特殊能力を得られるため、どれかに絞った方が良い可能性もあります。で、スキル以外に装備品もあり、9箇所まで装備できます。しかし今回遊んだ限りでは装備できるのは1箇所のみでした。で、装備品にもレアリティ、特殊効果、ユニーク性能がつきます。攻撃がヒットするとライフを回復するとか、体の周りに攻撃するファンネルが飛ぶなどです。で、ポーションの強化、カスタマイズが可能です。ライフ回復以外にダメージアップや攻撃速度アップ効果を付与できます。まあ、ポーションはクールタイム式なので、定期的に使えるバフスキル代わりになります。で、定番の鍛冶屋もあり、装備を作ったり追加効果をランダムで変更したり、不要品の分解が可能です。で、商店では物を買うだけではなく、こちらが品物を納めてポイントを得たり、狙ったレアリティの装備を発注するという機能もあります。発注はすごいコストがかかるため、最後の最後でお金や素材が余った時のギャンブル用途と思われます。で、ペットもあり、アイテムのレアリティに応じた回収や解体を行ってくれます。他にエンドコンテンツ相当のパラゴン的なアップグレード要素もあります。以上から多岐にわたる構成作りが可能になっていることがお分かりになるでしょうか。世の中成功しているシステムをいろいろ組み合わせて作られているわけです。もうこの時点で面白そうということが頭に浮かんできます。もう見た目部分は簡素でもいいんです。で、ゲームのテンポはすごい軽快で、ミッションを受けてボスを倒せば報酬を得てクリアです。1回のミッションが1分以内で終わります。もうこんなに短く遊べるディアブロライクもなかなかありません。で、こちら早期アクセス開始日は2024年11月8日で、現在デモ版が公開されています。もう見た目が簡素ということで、アップデートもしやすいことが予想され、それが頻繁に行われるのであれば、ヒットするゲーム性を秘めています。というわけで、一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ダークハンティンググラウンド。さあ、まずはチュートリアルかな。 WSD で、こちらクエストかな。はじめまして。まず技能を得るために、彫像に触れる。で、彫像に触れるとありますが、5つあるね。じゃあ、初めは左。剣かな？スキルツリーか、これは。スキルを学ぶ。100ポイントで。スキル画面で装備できる。まずこれ覚えて、どんどん先に進んでいくのか。まずはレフトクリックのみだね。初めの試練。こいつがターゲットである。報酬として、見習い虚空狩猟者？ま、行ってみようか。お！ポータルが開いた。よし、行くぞ。さあ、始まった。おっと。敵はガンガン飛び道具撃ってくる系か。
まずは一発で切れますね。問題なく。あ、どんどん現れた。しかし一瞬で倒せる。押しっぱなしでいいんだね。そう、今レベルが上がったように見えたけど。お、警戒、とても。あ、こいつは目標か。この赤いのは？あ、震えとまずいかな。しかし、クリアで。なんかいろいろ入手してますね。スキル画面で石板装備。K って押しにくいな。このスキルに対して、なんかはめられるっぽいね。怒り、スキルパワーが増える。で、怒りを獲得する？怒りというのは、ダメージが 2% 上がって4秒間続く。最大10ストック。まあ、最大 20% アップか。こっちは多重攻撃。30% の確率で、近接攻撃がさらに放たれるのかな。で、これは氷ダメージってありますね。スレート普通って書いてありますが、まあ、これはコモンでしょうね。これの炎ダメージとか、違うバージョンもあるかもしれない。と、設定は完了した。次は P。天部ポイント。スキルもしくはタレントかな？ 2 ポイントありますね。お、すごいね。はじめの5つのうち、1つずつ、このスキルツリーがあるんだ。基礎能力上げられんのかな？で、これなんか3段階あるっぽいね。コア才能？いろいろあるぞ。すごいな。はじめは、全部ディフェンス。耐性のことかな、これ。真ん中はダメージ。右はライフ。まあ、ダメージかな。で、画面左下の緑色が経験値のようだね。現状はまだ使わないのかな。いや、一回切ると、まだ使ってますね。で、振れば振るほど、怒りが溜まってるね。怒り？おかしいな。あ、これ自体に怒りがあるのかな、もしかして。ありますね。で、よく見ると、10段怒りで近接攻撃が1マスって書いてあるね。ということは、こっちよりもね、こっちにした方が、攻撃回数が増やすくなるんじゃないかな。という気がしている。うん、こっちにしよう。怒りに、ね。怒りを増して、段数を増やすんだ。さあ、これ達成で、さらに報酬？これなんだ？見習い。新たなスキルアンロック？で、一気に増えましたね、人が。で、この人は、9でポーションもらいましたね。こちらは、ジョーロ持ってる？いろんな成長要素があるっぽいな。ああ、これは面白いですね。いろいろあるっていうのはね。すごいね。育成。この釣り針みたいな。このポイント貯めるんだ。あとこの、結晶か。こっちは、これは精神力を貯めると。あとはこれだね。これで、二つ目がアンロックされた？スキルを学ぶ。もしくはさらに強化する。先に進むか、二つ目を取るかかな？このスキルにも、レアリティがあるんだよね。普通で書いてある。まあ、学びましょうか。二つ目は、ああ、これどっちか選ぶんだ。じゃあ、こちらは多重攻撃。設定してみよう。で、これはスタッシュですね。スタッシュはたっぷりあるね。お金で増やせます。うん。基本的なものは、もうすべて揃ってる感じですね。このゲームはいきなり。次は、まずはこれかな？三つの中から選ぶ。お金かもしくは経験値を得られると。まあ、上からこなしていきましょうか。ステージは狭めですね。で、これ飛び道具ですね。そんなかなか難しいぞ。敵が登場してきた時に、ちょっとダメージもらいやすいな。どこに出てくるかね。わかりませんからね。で、マナ結構使うね、これ。あんまり連打できない。うん。これは初め、難しいな。スキル変えた方がいいんじゃないかな。この途中で変えられる？あ、ダメだ。時間止まんない。変えられるのはいいけどね。時間が止まらない景色だね。まあ、うまくキー割り振りすることで、状況に応じて、スキルを変更すると、できるかもしれない。今、2発放たれましたね、スキルが。それは 30% の確率かな？今もそうだね。で、さらに、スレートチャージ。一つクリアしようか。いやー、今んとこ、見事いろんなものが揃ってて、これは面白いね。テンポもいいし。というわけで、初めのこちらに戻そう。で、新たな、チャージかな？非召喚スキル。チャージできる。1.5 秒チャージ。ダメージは上がるのかな？最大 100% ね。チャージ。お、うん。貯めると、すごいね。グラフィスも変わる、ちゃんと。あ、普通の、雑魚的戻すんだ。へい、クリア。さあ、さらにいろいろ回収。どうした？ C で、生物？さらに新たな概念が出てきた。装備品か？ここに来て。スキルがヒットすると、エネルギー回復、マナかな。召喚物ダメージ。で、さらに、多重攻撃出ましたね。うん。内容が異なる。こっちは範囲ダメージだ。あとは撃退。敵をノックバックかな、これは。
あ、画面中央に赤いゲージがありますけどね。あれが満タンになると、ボス敵が出てくるんですね。危ない。ギリギリだ。危ねえ。さあ、ついに、次のレアリティかな？新たに NPC が追加されましたね。まずはこの人。ナイトか。なんか追跡してくれ？何かを倒すという話か、これは。ターゲット。これを倒すことで、これがもらえる。まあ、これもクエストみたいなものですかね。で、このキャラクターは匠。鍛冶屋か。アイテムを分解できる。さらに、物品？大切なアイテムはロックできますと。で、なんか作れるっぽいね。これは装備品かな？これそうか。色はレアリティか。レジェンダリーの上に、エキゾチックみたいな色も用意されてますね。改造っていうのは何だ？お、これ設定してみよう。この材料があれば、ロックされていないこのプロパティ、それをランダムに変更するとかね。まあ、この内容の変更ですね、これは。品質をランダムに変更？これ自体にも品質があるの。このプロパティ自体にも。まあ、これはまだいいね。その他まだ何か二つありますね。で、三つ目覚えられるね、これ。これどっちのように見えるけど。今撮ったところで、多分、まだはめらんないんじゃないかな。うん、本来はこのスペースとかに、ね、はめたいとこだよね。現状は無理だ。で、さらに強化取ってみようか。強化を解除。どうなった？なんだこれ。あ、二つ目がはめられるってことか。理解した。まあ、怒りでいいか。それと、解体やってみようか。分解。これを分解する。分解結果はこれかな？ 100 のお金に、この材料は手に入る。分解。あとこのキャラは？なんかもらいましたね。ポーション研究？ 200 匹狩ることで、ポーションのアップグレードは可能なのかな？ああ、ポーション自体も、なんかいろいろね、性能を追加できそうですね。バフ効果的な？他のスキルを見てみようか、一応。魔法系でも使ってみる？これは召喚系なんだ。まあ、そのうち二つを組み合わせてね、使えるようになるんでしょう。エネルギーボール。これ使ってみよう。強化。さあ、新たな攻撃。お、敵も、魔法打ってきますね。あんまり遠くまで届かないかな？それでも、近接よりはね、遠くに届きますね。さあ、クリアで、ポーション。これは進んだかな？ポーションレベルが1になった。いろんな性能つけられる。現状はこれはついてますが、40回復。これはエネルギー回復。これは即時に160回復。どっちがいいんだ？毎秒。まあどっちも一緒か、回復量は。即時かもしくは、徐々にか。そうか。次は魔法用のスキルはどれだ？多分これだね。これにもダメージアップありますね。スキル速度アップがね、他にもあるんであれば、そちらを優先してあげるとかでも良いかもしれませんが。とりあえずマナケあげるか。最大マナ。敵にもやはりレアリティがありますね。まあ、優しいのからどんどん倒すか。ロック。自動的に狙ってくれんのこれ。バレット。発射物。今使ってるのは発射物でいいのかな。で、これ見る感じやっぱり、このプロパティにもね、レアリティがありますね。白と緑が混ざってる。これは。そう、スキル。自動ロックオン機能で、マウスクリックしてるだけで狙ってくれますね。これは楽ちんではあるが。一回が一分未満で終わるのがいいですね。とても素早く、次に行ける。おお、なんだこれ。モンスターが新しい生物をドロップする。レジェンダリーの何か。この輝きがいいね、これね。そう、ポーションレベル2で、二つ目がアンロック。さらに三つ。スキル速度増加？ダメージ増加。ディフェンス。移動速度アップ。スキル速度かな。まあ、ライフが満タンの時でもね、ポーション使うのはいいかもしれませんね。クールタイム式なんで。そう、15になったことで、コア才能を取れる。どれか選べる。元素ダメージ。マナ。マナ注入。スキル速度が上がるか。ダメージも上がる？これはディフェンス系だね。元素ダメージ。これにしてみよう。さあ、商人は？ポイントシステム。VIP レベル？注文。報酬がもらえる？アイテムを停止する？これを渡すことで、ああ、報酬がもらえると、いらないものを渡せばいいんだ。これを停止しよう。これでポイント。このポイントは何だ？ VIP ポイント？どうなる？とりあえず配達。なんか猫がいるんだけど。どうした？まさかの？ペットシステム？戦利品を入手してくれる。ディアボロ式ですね。解体するのに役立つ？え？自動で分解してくれんの？もしかして。ああ、自動分解機能付き。素晴らしいね。これは何を入手するかかな？
自動ピッキング。注文発注できる？基本要求、品質、伝説、追加要求、どういう性能になるか、それを設定できる。全部レジェンダリー。これを要求する場合、これだけのお金が必要。目が圧倒的に足りませんね。もしくは500ポイントでいけんのかな？どうなんだこれ。これで貯めればね。あとは結晶交換できる。下位を上位にできんのかな？いや、これを見る感じ上位を下位だね。こっちが逆になるのかな。さあ本日はここまでですね。こちら新たなディアブロライクということで、気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。